スイス国鉄 E3、3型蒸気機関車は、スイス連邦鉄道の入れ替え用蒸気機関車である。1902年から1915年にかけて、スイス国内のスイスロコモティブマシンワークスにて8451から8533号機の、計83台が製造された。黒いボイラーに木あるいは真鍮色の装飾を施していたことから、タイグリーの愛称で知られる。 この機関車は1960年まで営業を運転されていた。1896年、スイス中央鉄道の依頼より試作品の開発が始まり、1901年に運用が開始された。1902から1903年に、スイス連邦鉄道の前身であるスイス、東北鉄道スイス中央鉄道ジュラ、シンプソン鉄道にて使用され、各駅の入れ替え作業に使用された。 第二次世界大戦期には石炭が不足していたこともあり、同型の8521、8522が1942年に蒸気電気療養機関車に改造された。1960年、スイス連邦鉄道から撤退後、他の私鉄ある異工業プラントに転用された。数台の機関車が歴史的車両として保存されている。すべての機関車には、 砂巻き機器が装備されていた。第二次世界大戦中にアセチレンを燃料にできるよう改造されたが、その後元に戻された。車両数の多さから車両の保守整備は車番のグループごとに複数の担当工場が指定された。ありがとうございます。